はい始まりまりした給与明細チャンネルです今回は技術,技術職で出向,とし出向して働いている方の給与明細をいただきましたこの方は4年目ですでこの方の仕事内容なんですけど車のエンジンのシステム開発まあ具体的な内容としては車のエンジンのさまざまな機能のソフト設計実装テストを行う で仕事のスタイルとしては使用書をもとにソフト設計を行い車両ソフトを作成することとなっていますで仕事に必要な資格やスキルはプログラミングの経験とコミュニケーション能力ですで月の勤務時間や残業時間が160時間で平均残業が20時間となっています給与明細ですとこの方は この月、有給2日取得してますね。で、残業が15時間30分です。ですね。で、勤務時間、あ、勤務日数も15日なんですかね、15日半です。で、この方の期待給っていうのが219,550円で、 持ち株報奨金奨励金500円で出向なので外金手当が4000円で住宅手当が2万円中部別居手当が1万円で出勤手当があ長彫金手当が2万9837円ついていますで、総支給額が,が28万3887円で次、控除が 健康保険持ち株貯出金厚生年金生命保険雇用保険社会保険旅行積立親睦会所得税住民税などで控除が8万3792円となっています総支給額のこれですね28万3887円から控除を差し引いた手取り金額が 万円,となっあ万円となっていますすごいですね車のエンジン開発って結構多分頭が良くないとできないですよね。でしかも出航されていると出航がいい出航なのか悪い出航なのか分かんないですけどかなり大事な、まあ、日本を日本の技術,技術力を引っ張っていく。 仕事だなと思いました今回はこれで終わりますチャンネル登録よろしくお願いします